じゃあこんにちは、ヘトガさん。はい、バウアー日本球界復活説が、もういいだろう、お前も噛んでるじゃないか。もう噛んでないですよ。もういいだろう、復帰説がより濃厚になって聞いた記事が出てました。まあでも昨年のことを思うとね、はい、このぐらいの時期だったもんな。同じような時期でしたね、来たの。そうだな、はい、まあ、5月の頭ぐらい最初の登板が、はい、まあ、そのぐらいから受賞したんだけどもさ、はい、もういいな、これだけオファー出しててさ、うん、メジャーメジャーっつって言ってて、はい、でメキシカンリーグまで行って、そうなんです、で投げてて、はい、オファーを待って、はい、でなかったら日本に来るって、はい、いやそれはないんじゃないの、なんか。そうなんです、あの現在バウアー投手はメキシカンリーグにいまして、一応契約としては4月の11日から5月の8日までディアブロスのために5試合登板することに同意していると、はい、でディアブロスのためにというよりかは、これはまあ自分がメジャーに行きたいというところで、ここでメジャーへの復帰を目指すと。だからアピールでしょ。そうです、うん、ここでメジャーからいつオファーが来てもいいように実践として成績を残しておきたい、実践の体に身につけておきたいということでメキシカンリーグで投げていると。で先日日本時間の16日メキシカンリーグで投げました。で、はい、タイガース戦に登板、はい、4回途中4失点と、まあ、苦しい結果にはなったんですけれども、まあ打たれることもあるよね、はい、まあ、それはもうしょうがない、うん、ただ、まあ、昨年のバウアーがね投げた姿っていうのはまだファンの中にも脳裏に焼き付いてると思うんだよ、うん、まあもうこう圧倒的なねスタミナと力で、はい、まあ、抑えつけていったっていうね、うん、まあ、そういう力強いピッチングっていうのはみんな残ってるとは思うけども、うん、まあ、なんか俺心情的には嫌だな。そうですよね。であのバウアー投手のコメントでもメジャーの最低年俸でも構わない、うん、お金ではないというふうに。いや、お金ではないんだったら日本でもお金ではないって来てくれればいいのよね。いや日本に行く場合はお金はいりますよみたいな、はい、そんな虫のいい話があるか。ないですよね。それでこっちも日本球団もいいですよ、分かりました、払いますっていうのも、なんかじゃあ、でも払っても欲しいぐらいのピッチャーだよね。まあ、本来はそうなんですけど、ただまあ、今のところメジャーからはオファーがないので、もうちょっと黄色信号がと思ってる。いや、もうないよ、ここまでないんだったらないって。ということなんでしょうね。うん、そしたらね、取った球団っていうのは、はい、やっぱファンがね、騒動を起こすよ。待って、これ DeNA ファンはどういうふうにこれに関しては思ってまずいるんですかね。 DeNA ファン、例えば DeNA に戻ってくることがまあ一番有力視はされてますけれども、あでも DeNA ファンももういいよっていう感じじゃないの、うん、それで、うん、まあ、例えばバウアーが来た、はい、ね、優勝できました、バウアーの力だっていうのも尺じゃない、うん、そしてまたねメジャーね、だから俺は DeNA のファンっていうのは賢いと思うし、はい、うん、あったかいと思うから、はい、いやもうバウアーいいでしょって、うん、ね、今永とか、はい、ね、バウアーのあなたの穴はみんなで埋めますよって、うん、ファンも応援してみんなで埋めますよっていうような心境じゃないかなと思うよ。ただです、ただ欲しいな、欲しいです。なぜかというと、まあ、DeNA 新たに加入したジャクソン投手、それケイ投手いるんですけれども、ジャクソンもさ最初の登板の時は、うん、あこれは穴ちょっと埋まるなって思った。そうですよね。でケイも6回途中まであこれは埋まるなと思ったら突然乱れる、うん、そうなんです、あの先日のカープ戦でもそうでしたし、まあ、ちょっと乱調ということで、まあ、うん、でも彼らがあれだけの実力しかないとは思えないけども、うん、やっぱああいう状態を見ると今永とバウアーの穴っていうのは、うん、まあ、なかなか埋めるのは大変だなっていうのは思うよね。そうですよね。だから、うん、これは欲しいよ。欲しいですよね。それヤクルトなんか、うん、もうねメジャーの最低年俸で来てくれるんだったらぜひみたいな。いや出ますよね。ただそうはならないんでしょうね。多分ならない、うん、で DeNA はもともとオファーしてるじゃないですか、バウアー投手に。でこれバウアー投手がじゃあ日本球界戻ってきますよとなった場合どうなんでしょう。これは争奪戦になるのか DeNA 一本でもう決まるのか、まあ、うん、オファーはどうでしょう、他球団は。そうだな、まあ、そんなにメジャーメジャーって言うんであれば律儀に戻ってくればいいよね、 DeNA に。だから過激しないでね、はい、いや俺を一番評価してくれるところに行って
もうやめてくれよって日本球界ね、舐めてるよ本当に。そうなったとしたらね。そうですよね。いやだからまあそれはもう DeNA に帰ってくるのが筋っちゃ筋だよね、うんうん、そうですよね。これだけ待ってたわけですから、まあ、待ってたかもう、もう待ってないと思うけどなですから。でもここでやっぱジャクソンとケイト投手がちょっと打たれ始めるとやっぱり待ちにまた姿勢が変わってしまうっていうのはもちろんあり得ることですよね。まあ、それはそうだね。ただまあ筒香を取ったら影響で、まあ、お金とかね、うんうん、そういう問題もあるだろうし、はい、まあないことはないと思うけども、うん、どうなんだろうなこれで、うん、そしたらソフトバンクが取ったりとかさ。そうか。でも欲しいとこはありますもんね。欲しいとこはいくらでもあると思う。もちろん話に出たヤクルト、まあ、ヤクルトも欲しいよね、うん、巨人はどうですか。巨人も欲しい。まあね、今ただね、企業っていうのはやっぱ印象を大事にするでしょ、はい、うん、だから、まあ、例えばそういう、ね、ことがあった、これはね、裁判とかね、そういうことになってないから、うん、逆に女性の方が訴えられたんでしょ。今ちょっとまたね、違う容疑で訴えられた。ただ、それ以外の発言でも結構バウアー投手がまあな、過激だしな、うん、そうなんですよ、ね、いやだから、そういうイメージを大切にする球団っていうのは取りづらいだろうね、うん、それはあるかもしれない、うん、でも欲しいのは欲しいと思うよ、みんながね。あれだけね、フル回転で回ってくれればっていうところですよ ね、 だ、 ね、うん、だからまあ日本の球界にも悪い影響っていうよりもいい影響を与えてくれたからね、うん、例えばメジャーリーグの選手は100球しか投げないって言ってたのが、うん、気持ちが入った時には120球ぐらいは行ってくれるとかさ、はい、サンナーもあるからね、ダメだしね、うん、気持ちも強いし、はい、だから見習う点っていうのはたくさんあるけども、うんうん、だけどイメージ的には俺はなんかもういいかなっていう。で仮に帰ってきてくれたとしてもまたきっと今年いっぱいの契約っていうところになってくるんですよね。いや絶対そうだよね。そうすると来年はまたいないものとして計算しながら戦って最初の方また行かなきゃいけないとか、目処が立ちにくいですよね、その先の。まあそのぐらいはもうメジャーにさ、うん、あれするんだったら、うん、メキシカンリーグが契約してくれるんだったらもうそこで契約して、はい、ずっとメジャーのオファー待っとけばいいじゃん。もうそうですね、ずっと。でもそれだとお金がお金じゃないって言ってんだろ、はい、メジャー行くんだったら最低限お金はあるんだと思うよ、もう。まあ、確かにそうでしょうね。そうよ、うん、相当あるんだ。ただ YouTube をこう起動させるのにお金がいるのかもわからないけども、ね、はい、だけどそんなお金はさ、そんな大概知れてると思うし、うんうん、どうなんだろう、ね、嫌だな、なんか。そうですよね、まあ、でも取った球団はやっぱ力になることは間違いない。もちろんそうですね、まあ、5月から来てもやっぱ10勝できるぐらいのポテンシャルはあるからね、うん、はい、だからいいピッチャーだよ、うん、一応帰ってくると分かった時点で、まあ、DeNA はもちろんですけれども他の球団ももしかするとまた球団その交渉にとか接触っていう記事が出てくる可能性っていうのはゼロでは、ゼロではないですね。で水面下で動いてるかもしれないですよね今。いやもうあの条件の提示っていうのも、うん、もうほぼほぼ最初から終わってると思うんだよ、うんうん、で、まあ、メキシカンリーグ行きますと、はい、でそしたらそこを終えた時には一歩くれと、うん、で日本に帰ってくるっていうんであれば、はい、一歩くれと、うん、いうことはもう連絡済みだよ、うん、あとはやっぱ代理人がいるから、うん、まあ、そこら辺は何球団だみたいな、よしここから行ってみるかみたいな。そうですね、値を釣り上げていく。やってるって、多分やってるでしょうね、もうやってるって。そっか、はぁじゃないよ、はぁって言ったら俺の方だよ。そうですよね、だからそのバウアー投手がいるいないでまた順位が変わってくるなんて去年も同じことを、ね、言ってましたけれども、まあただね、あの投げる姿っていうのは、うん、俺は好きだけどね。まあね、闘志あふれるというかね、闘志あふれる、ああいうピッチャーっていうのはやっぱ素敵だなっていうふうに思うし、うん、これがもう筒香が DeNA に入った、バーバーが戻ってきた、うん、もう順位予想はまあ最初からやらせてくださいよみたいな。もう一回ね、そんな感じになってくるよね。それはあの野球のね OB の解説の方みんなそう思うでしょうね。そうだよな、うん、そんなとこまで予想はできないからね。そうですよね。だからといって確実に当てに行こうとは思ってないけど、ね、まあね、予想だけにね、予想だからいいんだけどさ、で最終的に本当に本当に 100% 確実に DeNA のユニフォームを着てるかというとそれも 100% ではないですよね、まあ、ね、もしかしたら、まあ、敵になっている可能性もあるし、うん、まあ、リーグを違って、はい、違うところで投げてる可能性もあるよね、うん、でも数字としたらやっぱり DeNA に返ってくることが数字だという、うん、
そうですよね。5月の初旬までそのメキシカンリーグと契約があるということなので、おそらくまあ5月の中旬、下旬ぐらい、5月中には日本球界復帰なのかどうなのかってことは、まあ1ヶ月後にはもう分かってるのかなと、チームも。まあ2週間後ぐらいには分かるんじゃない。あー、ということは5月の終わり頃っていうことです。なんかそういう可能性が強いと思うけど、でもチーム打率は多分見てるかも。いや、打ってくれなんか勝てないから。そうか、いろんな球団の。欲しい球団は多分チーム打率上げてくれみたいな。いや、思いますよ。なあ、そうですよ。得点力上げてくれみたいな。そう、可能性はあるよね。ありますよね。またね、記事もね、今年に入ってからいろんなスポーツ紙の記事がいろんなネタがちょっといち早く出すぎて、あれ違ったじゃんって。そうなんだ。それが今多いんですよ。まあやっぱりね、スクープを、はい、ね、それはやっぱこう記者としては欲しいかもわからないけどもね、はい、まあネットでもフェイクニュースがあるだな。そのぐらいなので、ね、まあ、今年はね、本当に西武とソフトバンクの人的保障の記事から始まって、最近では筒香選手が巨人決定みたいな感じの見出しが出てっていう。なのでこのバウアー投手に関してもまた私たちもちょっと踊らされないように、記事に惑わされないように、こっちが先行で出しちゃうぞみたいな。そう、逆に、いや、戦えちゃう、戦えちゃう。だからそこら辺もちょっと慎重にね、どれが本当のニュースなのかっていうのも見極めていかなきゃいけないなとは、慎重にね、うん、思いますね。はい、はい。